で、まあ、私も今日こうやって、ラジオの MC だったりとか最近おしゃべりに関わる仕事が増えてきているんですけれども、うん、そういう意味ではちょっと勉強になりました。間違いないです。でそんな中ヨンヨンが今夜は活動弁士活弁に挑戦するということで、はい、はい、どうなのかなそちらは。ですね、今日リュウさんもいないのに、うん、番組のスタッフの方たちの無茶ぶりと言いますか、みんな今ニコニコしながらスタンバってるんですけれども、今からヨンヨンが何をするかっていうと、まあ、この映画の活弁をこうヨンヨンがチャレンジしてみようっていう企画を今からやるんですね、題して東京シーン映画活弁スペシャルウィーク企画、ヨンヨン活弁やってみた。イエーイ。待って、私の声こうやってエコ出るのこの番組で初めて。今日はスペシャルな企画ですからね、はい、今日はちょっと頑張ってもらわないといけないということで、ヨンヨンが活動弁士に挑戦する企画なんですけれども、はい、映像は東演さんからいただいた活弁のプロモーション映像を1分ほどに、短くまとめているそうです。で内容は映画とは全く関係ないヨンヨンバージョンを作ってもらったんですけれども、ま、今みんなラジオだから声だけ聞くと、うん、まあ、ちょっとねシュールに聞こえるかもしれないんですけれども、ね、うん、後ほど番組のツイッターにで映像とヨンヨンがチャレンジしている模様をアップしますので、後ほど合わせて見てください、はい、そうじゃないとヨンヨン結構恥ずかしいです。そうだ ね、 そうだね、うん、それを見てもらわないとちょっと何をやってるのかよく分かんないことになっちゃうので、そう、ね、後ほどツイッターに番組のスタッフに上げてもらいますのでよろしくお願いします。それではヨンヨンちゃん、心の準備はよろしいですか。ちょっと待って、まだね、もうちょっと、もうちょっと時間ください、はい、皆さんごめんなさいね、はい、こういった活弁というね、みんなが昔の頃の方々が一番難しかった仕事なんじゃないかなと思うぐらいの、こんな MC の最高峰の仕事をやるなんてだいぶ大変そうですが、頑張ってください。はい、じゃあ映像はすでにアップされてますので、そちらの方もぜひチェックください。それでは早速いってみましょう。ミュージックスタート。ここはとある映画撮影所、学生寮を舞台にした映画を撮影しているようです。監督が厳しく指示をしています。ここはクライマックスだから必死に走ってほしいんだな。私真剣に走ったら顔が変になるんですけど。俺も。あは、本当だ。いや、もうまだ走ってないし。なんてイチャイチャしている2人は監督から OK をもらえるのでしょうか。よーい、スタート。ザッ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 、走る音。男女が手を取り合って走ってくる。こっちこっち、ささささサ、はい、カット。ふう、本当に変な顔するんだね。あはは、よし、もう一回。もっと死に物狂いで走ってほしいんだよな。この決死のシーンどうなるのかご覧ください。あれ、トイレどこだっけな。お、マツコちゃん、付き合って。え、付き合ってって、おい、え、いいからこっち。強引に手を掴んだマツコは一言。ねえねえ、カップルで行くとタピオカ半額になるんだって。え、そっちの付き合うかよ。現在インターFM897ではこの映画活弁に登場する活動弁士にちなんで、皆さんにとってのスーパースターについてツイッターでご意見を募集しております。さあヨンヨンちゃん、はい、活弁どうでした、やってみて。今変な汗がたくさん出ております。